どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、あいみょんいきます。今大人気あいみょん。しかもこの曲はですね、獣になれない私たちというドラマの主題歌になっておるらしいですよ。新垣結衣さん、ガッキーさん主演みたいですけどね。これは、あいみょん、やりましょう。ガズレレ流超簡単バージョンでいきます。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナルアレンジで、ショートカットバージョンにした超簡単版。後半はかっこいい版です。16ビートなんですよ。この曲は結構深い16ビート、パターンが変わりますからね。深いですから、ね、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、今熱いあの曲を自分でウクレレで弾いて弾き語りしちゃいましょう。楽しいんですよ、弾き語りっていうのが。あのカラオケもまあいいですけれどもね、やっぱ自分で演奏までコントロールするとテンポとか力加減とかそういうのもね、感情表現の一個なんで、ぜひ始めてください。で、楽器は苦手なんだよな、無理無理というそこのあなた、あなたにこそウクレレあるんですよ。これはですね、簡単です。ただし奥も深いんで、ずっと続けられるね、もう人生のパートナーになりますからね。やっぱこんなちっちゃくて持ち歩きもいいし、ぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルだったらですね、もうすでに700曲近い曲、超簡単ウクレレレッスン動画、レッスン動画ですよ、すでに上がってます。 YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも見られるし、洗濯の合間でもご飯炊ける間でもちょっとの隙間ですぐできますからね。ただです。しかも YouTube はただですからね。皆さん始めてください。ここにリンクあります。そのリンク先の初心者リストはここというところに行っていただいて、数字の順番に動画を見ていくだけで、あら私弾けちゃってんじゃないってなりますか。はい、ここですよ。行ってらっしゃい。初心者リストはここ。カリックリック。行ってらっしゃい。さあさあ、それでは今夜このままという曲、あいみょんの曲ですね。まずは、初心者さん向け超シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。苦いようで甘いようなこの泡にくぐらせる思いが弾ける。体は言うことを聞かない、行かないでって走って行ければいいよ。広いようで狭いようなこの場所は、言いたいことも喉に詰まる。体が帰りたいと嘆く、行かないでって叫んでくれる人がいれば、抜け出せない、抜けきれない、よくある話じゃ冷める気もないから、とりあえずあれください。消えない想いは軽く照らして飛ばして、指先から始まる何かに期待して泳いでく、溺れてく。今夜はこのまま泡の中で眠れたらなあね、して指先から始まる何かに期待して泳いでく、溺れてく。今夜はこのまま泡の中で眠れたらな、誰かの腕の中で甘い夢を見ながら眠れたらな。あいみょんの今夜このまま、
ガズレレ流超シンプル簡単バージョンショートカットアレンジでやってみました。いかがだったでしょうか。ちょっと歌い回しがね、やっぱり難しいんですよね。コードは結構簡単だと思うんですけど、歌の乗せるリズムがね、やっぱ特徴がすごくあります。動画内のテロップを見てもらうのもいいんですけど、ノートに書き出すのがすごくおすすめしてるんですよ。皆さん書くとね、どんどん覚えられますからね。その時の参考になるように私のこのノートも見せようと思います。これがガズレルタボの元になった例ですからね。はい。こんな感じでも言葉がまあとにかくいっぱい詰まってるんですよね。まあなんでちょっといろいろ紐解きながら見てください。この点あるじゃないですか。これで私はリズムを取ってます。このぐにゃぐにゃはメロディーラインです。ここはですね、苦いようで、がの時にリズム始まって、ワン、ツー、スリー、フォー、にが、にはちょっと飛び出してる。で、これでリズムを拾ってんですよね。まあちょっと参考までに、ここに止まるとか書いてありますけどね。じゃあまずこの辺、まあ、A メロ全部、一時停止で見てみましょうか。はい。見えるかな？ここちょっと日陰になっちゃうね。引っ越したらね、光の加減が難しいんですよね。なんかね、やっぱ全然今までの感じが違う。はい。ちょっとこれ見えるかな？ここ暗いよね、ここね。こことほら、ここ、これ。日陰になっちゃって、自分のこのカメラでね、日陰になっちゃって。すいません。はい、じゃあここ B メロ。ここ B メロだね。はい。で、よーく見ると、ここら辺、だったったと、決めとか書いてある。ここはかっこいいバージョンで解説しますね。あと、よく見るとさ、ここに矢印書いてあるんですよ。こういうのもちょっと後でヒントになるとかあるんでね、見ていてください。で、これサビですね。はい。で、ここちょっと注目なんですけど、まずこういうふうに、前奏というか A メロから来て B メロ来てここサビ行くじゃないですか。で、サビ来て、1回目は矢印書いてあるでしょ。ここからブリッジパートなんですよ。ねえ、もう帰ろうのところ。ここが、この2行ブリッジパートで、ブリッジパート終わったところにまたサビって書いてあるでしょ。ここ終わったらまたここに戻ってください、サビにって書いてあるんですけど、で、もう1回サビやったらここ1番はここに行ったでしょ。で、ここ、2回目は C で伸ばしてから、ここからエンディングに行くんですよ。これがエンディングです。これ最後ラスト繰り返すような感じ。ここちょっとね、表記難しいんですけど、動画内のテロップと一緒に照らし合わせてもらうと分かると思います。じゃあコードの解説です。C、Am、F、G7、E7、Em7。はい。これは、1、2、3、4、5、6個のコードで今やったんですよ。あいみょんの今夜このままね。このコードは、まあ一応この中です。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、コードの仲間で8個のコードのグループの呼び名を私がつけてます。必須。必ず覚えた方がいい。これはですね、コードっていうのは本来星の数ほどあるんですけど、ガズレレ流で、YouTube で、ガズレレ YouTube と一緒にセッションするときに、この8個のコードを覚えていくとほぼできるっていう、まあ魔法のようなコードで、この集団、8個の集団を、覚えてもらいたい。で、以前私が超わかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここ。ここめちゃくちゃ楽しく覚えられるので、ぜひマスターしてください。必須ですからね。ここで、このコードはもう余裕で覚えられますんで。はい。では、ここから、かっこいいバージョンの解説入っていきます。まずですね、コード進行一緒なんですよ。かっこいいバージョンも。なんですけど、ここ見てください。かっこいいバージョンは、G7 をすべて G にしてくださいって書いてあります。これね、G7 はよく出てくる簡単コードなんですけど、G っていうのがなかなかね、ガズレ出て、これ G の方が響きがいいんですよ。なんで、で、ちょっと挑戦したい方は、今出てきた G7 のコードは全部 G に置き換えてください。G の押さえ方ちょっとレクチャーしましょう。G はね、こうです。押さえる場所。こことここなんですよね。G7 ってこことここだったでしょ。ここの押さえる場所、こっちにずれたっていうイメージなんですけど、押さえ方、私はこうです。人差し指が3弦。中指が1弦。薬指が2弦です。これが一応、私の押さえ方ですけど。はい。で、もう一個のおすすめの押さえ方は3つこう人差し指で押さえちゃって、ここちょいと立てる。で、こっちの方がちょっと初心者の人は逆に難しいかな。どうだろう。これ3つビシッと押さえて、ここちょっと立てないとダメですよ。この指は。これも同じ位置を押さえてるんでね。これがまあ一応一般的でおすすめな押さえ方だと思います。まあ、それぞれ自分の都合がいいように押さえてもらっていいと思うんですけど、いろいろ、この G をちょっと使ってみましょう。はい。で、かっこいいバージョン。リズムがちょっと難しいんです。まず A メロのリズムがこうです。16ビートですよ、これ。ちょっとやってみようか。これです。今、びっくりしたでしょ。書きました、私。見てくださいね、これ。黒は引く。
白も弾くんだけど強弱です。黒は強く弾く、白は弱く弾くです。ジャズズ、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 チャ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 。ね、星はチャですよ。ダツツ、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 チャツツツ、ダツツ、ダツツ、チャツツ、ダツツ、チャツツツ。これをメモってちょっとやってみてください。1,2,3,4 ってカウントですよ。見てください。黒い点が全然3つで並んでるでしょ。ね、3つ。だからね、だんだんずれていくような感じなんですよ。これ結構難しいですかね。このパターンの16ビートは安室奈美恵さんのヒーローという曲とかでも出てきてます。結構よくガズレレでも出てくるんです。これは難易度高いですね。なのでこれをまずやっていただく。サビはですね、まあ典型的な16ビートのパターンです。きれいな思いは軽く放って乗して飛ばして、さっきからジャンジャンジャンジャスジャスジャン。これで、コードが動いていくパターンですね。この16ビートっていうのがまあこれは結構難しいんですよ。で、今からこのやり方、ここにリンクあります。このリンク先はウクレレできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚なんですけれども、そこで練習してもらうといいと思うんですが、まず最初にそのリンク先の8ビートをマスターしないと16ビートできませんから、8ビートをマスターしてもらって、16ビートをマスターしてもらって、チャをマスターしてもらって、はい、この順番で16ビートをものにしていただきたいと思うんですけど、まあこれ最初に言っておきますけど、この16ビートバージョンは難しいです。はい、なんです。特に最初の A メロのこの3連の16ビートとそのサビの切り替えがありますからね、この辺がポイントになります。そうですね、サビの前に決めが入ります。ここにも書いてあったんですけど、ここです。ここの G7 ね、とりあえずあれください、ダッ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 、5回ダッ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 です。ちょっとここやってみましょうか。1,2,3,4 とりあえずあれください、消えないってここ入ってます。ダッ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 、ここ決めですからね。あとこのマーク、このマークはね、シンコペーションといって、リズムが前にゴンと食い込むやつです。どこで出てくるかって、結構出てくるんですよ。まずいきなりここに出てくる、ここ、これ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 、ちょっとここやってみようか。やってみます。体は言うことを聞かない、行かないでって走って行ければいいのに、ジャンで分かった、ジャンジャズクバン、ジャンジャズクバン、ジャンジャズクバン。これちょっと食い込んでるんですよ。あと他にもいくつも出てきます。ここです。抜け出せない、ここの B メロのところ、抜け出せない、抜けきれない、ここジャンジャズクバン、ジャンジャズクバン、前にゴーンと食い込んでくる。これをこのマークね、シンコペーション、リズムがちょっとゴンと前に食い込んでくるのをシンコペーションと言いますんで、ここのマークを見逃さないでくださいね。そういうわけでね、16ビートの中でいろんなこう弾き分けが、弾くパターンが変わってきますんで、その辺がこの曲のまあ難しくもあり、面白いところでもありますので、その辺のこうグルー、あとはね、やっぱノリが軽やかにね、行きたいですね。ほんとなんか、ふわふわした感じで、安心がこれガチャガチャしちゃダメですからね。やっぱガチャガチャ感が出ないようにこうふんわりした感じで、でもさ、なんか細かく動いてる。16ビートはやっぱこう大きい飛行船がバーッとゆっくり動いてて、後ろでプロペラがペリペリペリって回ってる、そういうイメージですね。白鳥が湖をスーッと泳いでるんだけど、よく見ると足がパタパタ動いて、そういうイメージの16ビートがおすすめでございます。さあさあ、今夜このままあいみょん、かっこいいバージョンやってみる。だよで甘いなこの泡に、くぐらせる想いが弾ける、体は言うことを聞かない、行かないでって走って行ければいいのに、よいよで狭いのなこの場所は、言いたいことも喉に詰まる、体が帰り始まる、何かに期待して泳いで溺れて、今夜は
照らして飛ばして指先から始まる何かに期待して泳いで溺れて今夜はこのままこの中で眠れたんだ誰かの腕の中で甘い夢を見ながら大名の今夜このままやってみました。16ビートとかも炸裂で、これかなり難易度高いですね。やっぱりこの切り替わるときにちょっとね、油断するともう置いてかれちゃいますからね。まあこれはまあ、できるところをこうかいつまんで、まあ全体的にノーマルな16ビートで最初から最後までやるんでもこれ十分かっこいいと思いますんで、まあいろいろご自分で工夫してアレンジしながらやってみて、今のかっこいいバージョンはただ一例ですからね。こういうのまた参考にしていただいて、ご自分のこのグルーブでやってみてください。はい、ドン！ガズレールホームページご覧になってください。ホームページにはいろんなこと書いてあります。ホームページのリンクはここに貼っておきます。はい。11月は関西行きます。いよいよ今週末に迫ってまいりました。11月24日はドン！和歌山。ドン！11月26日は大阪ですよ。待ってますね。ウクレレ持って大集合。来てやー。ほんまにな。で、その時もなんですけど、このドン CD、ガズの CD、レッツゴー最高発売になってます。まあこれ、いずれね、今回ちょっとみんな大合唱っていうのは、まあ、厳しいかもしれないけど、9曲入ってる CD で、この曲をみんな大合唱したいんですよ。なんでも、いろんなところの機会でみんなで練習やって、して、覚えてください曲を、してみんなで大合唱するためのテーマ曲ですからね。はい、この CD。CD の情報全部ここに書いてあります。よろしくお願いします。さあさあ、そんなことでね、もう音楽三昧の人生は楽しいですよ。はい。本も出してます。本、こっち、はい。主婦の友から出てるガズのいいこと言ってる本。いきなりウクレレ。地球一簡単。家庭音楽。はい。これいい本です。はい。こっちはリットミュージックから出てる、ウクレレ初心者用教則本。この本買えばね、もう触ったことない人もね、YouTube と連動してもすぐ弾けますから。はい。こちら。ガズレレ歌本シリーズ。さっき見せた私のこのノートがスキャンして本になっておりますんでね、こういうのがね。これもう大ヒットシリーズ。よろしくお願いします。まあ今回はドラマのね、なんとドラマだっけな、ドラマ、ドラマ。獣になれない私たちのドラマというの主題歌ということですけども、あいみょんさん、本当大人気ですね。しかもやっぱね、やってみるとかね、歌い回し、本当難しいですけど、楽しんでやってみてください。いろんな音楽やろう。さよなら、バイバイ、チャオ。